伊藤天音です。今からルローニケンシンを一気見していこうと思います。ルローニケンシンは原作も知らなくて、映画も一本も実は見たことがなくて、本当に真っさらな状態で今から見るんですけど、さっきちらっとあらすじを見た時に漢字がすごく多くて、私漢字弱いんでちょっとなんか難しい内容なのかなって、ちょっと本当にちょっと不安もありつつ、今から一気に見ていこうと思います。見てきます。まず一言目にアクションシーンすごいと思って、とにかくかっかっこいい、もう一言にかっこいいアクションシーンやべえっていうのを思ったのと、綾野剛さんが出てきた時にはっかっこいいってなって、なんかかっこいいアクションシーンのところをちょっともう戻してみて戻してみてみたいな、何回も同じとこ見えちゃいました。ここの動きかっけえみたいな、ちょっととりあえず続き見たいんで見てきます。俳優さんがすごくマジで豪華で、その一作品目もそうだったんですけど、伊勢谷さんの存在感もえぐいし、あとなんかこう自分の中でアクションのイメージがなかった土屋太鳳さんとか、なんかかっこいいの一言に尽きる。どうやって撮影してんだろうみたいな。いや、まあなんかインタビューかなんかで佐藤健さんがアクションシーンで大事にしてるのは表情、顔っていう風に言ってたみたいで、ちゃんと献身としているというか、なんか役者ってすげえなって思いました。いや、すげえマジで。なんでこんな感想しか言えないのかっていう自分がすごい悔しさもあるんですけど、とにかくアクションがすげえって一言目に言ってしまうというかぐらい迫力のあるシーンが多すぎて、いい意味で見ていて疲れるというか、集中力、こっちも集中力を使って、なんか釘付けになってしまう作品で、盾に挑戦してみたいって思いました。本当にかっこよくて、やっぱり何作品も出てて、こんだけたくさんの方に愛されてる作品っていうのがすごく納得ができました。その世界に入ってみたいなというか、語尾にござる尽きるの自分の中で流行りそうだな。なんとかでござるよとか、そのバカにしてるとかじゃなくて。いやー、ちょっとお父さんにおすすめしたいな。あ、お父さんっていうかもう皆さんに見てほしいんですけど、予告だけでも迫力なんですよ。携帯で見るちっちゃい画面の予告でも、すげえ迫力っていうぐらいの迫力があるので、ぜひ見てください。番組を見て面白いと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。